ロングコートダディのツルツルいっぱい学園。さあこの番組はですね、はい、福井県の金井学園さんと吉本興業がタッグを組んでお送りします地域創生&青春応援プロジェクトとなっております。その通り。学校祭が吉本とコラボいたしました。なんと玉代さんが吉田座長と一緒に特別新喜劇を開催、その模様をお届けしますということで超豪華やん。マジで お二人で吉田座長も音響とかにもあっても、うん、玉代さん一人完全な一人の可能性もありますもうワンマンでなんで音響にもあるんだ音響多分下手くそだろ。見てみましょう。はい、ということで見てみましょう。 VTR どうぞ。吉本興業と金井学園がコラボ。なんと学校祭で中学校と高校の生徒たちが吉本新喜劇の座員とスペシャルコメディに挑戦しました。生徒たちは舞台を作り上げる裏方スタッフとしても参加。芸人だけじゃなくプロのスタッフと一緒にお芝居の制作や音響撮影など現場の仕事を学びながら学校祭の本番に向けて一から舞台を作り上げてきたのです。私将来その舞台美術とかそっちの方に行きたいなって思っていて、今回そのなんだろう舞台がどう動くのかっていうのを見たかったので舞台監督をさせてやります。新喜劇を公演する会場は体育館。本番に向けて特設ステージを設営しました。ちょっと待って、うん、こ見て屋台や、あれうーんすごいや。実際になんかやってみないとタイミングに合わせて音出す感じだから。すごいや。3人は何カメラやね。収録です。収録チーム映ってる映ってる。映してます。今回生徒たちと共に舞台に立つのは吉田豊や宇川浩一、島田珠代、諸見里大輔ら豪華な吉本新喜劇座員たち。そしてプロの芸人とコメディに挑戦するのは中学校と高校の生徒12人、そして教員の皆さん。どうもですね。飯でも食いましょう。中でも中学3年生の為重凛花さんは物語の重要なキーマンとなるヒロインの役を与えられたようです。こんなの何を言うてるのよ。私がいなくなってもこの劇団は盛り上がっていってね。凛花ちゃん、凛花ちゃん、それからまだちょっと緊張してるかなと思うので、これから舞台、本物の舞台立った時にどうなるか、なんか本番の方が負けそうな子も何人かおるんで、あとどんだけ心臓みんな強いかですよね。人1800人ぐらいの前で、まあなんか弾けそうな子もおるんで本番楽しみです。今回特別新喜劇の公演にあたり、音響や照明だけでなく衣装や楽屋スタッフなど舞台制作に関わった生徒は57人。本番前日まで準備に追われていました。これなんか枝がやったらおかしとかのっけてもいい。これあれですね、あ、そうできた人に声かけてほしい。お願いします。これ何年生今？今中学1年生。あ、中1なんや。中1や、中1や、まあどけないなとは思ったけど、今あそこにいる高校生たちまだ来るってこと知らないからサプライズ。あ、サプライズだ。ほんならちょっと分からんように行かなかったやん。緊張しました。けど、まあ、楽しくここまで遅れたのでよかったです。会場となる体育館では順調にプログラムが進行。そしてついに吉本とのコラボステージがスタート。おかずクラブ、ネオ健康ボーイズに続いて漫才を披露したのは、いやいきなりですけどね、うちのおかんがね、福井高校に好きな先生がいるらしいけど、ね、その先生の名前ちょっと忘れたらしくてね。おかんが好きな先生の名前を忘れてもた、どないなってんのそれ。いやそうなんよ。でもね、おかんの好きな先生なんて、
大体林先生が大石先生くらいやねんから。いやそれが違うらしいねんな。違うの、うん、いやいや、いろいろ聞くんやけどな、うん、全然分からへんねん。分からへんの、うん、じゃあ俺が、うん、おかんの好きな先生の名前一緒に考えてあげるから、うん、おかんがどういう特徴言ったかちょっと教えてみてよ。いや、うちのおかんが言うにはな、うん、その先生、うん、千と千尋の神隠しに出てくる、うん、カマジーにしか見えないらしいねん。西村先生やないか。西村先生、いや、西村先生な、うん、特徴的な丸眼鏡に、うん、細長い手足、うん、フォルムが完全にカマジーやねん。確かに。ほな西村先生決定や。すぐ分かったやんこんなの。いやそれが分からへんねんな。何が分からへんの。いや俺も西村先生やと思ったけどな、うん、その先生、うん、めちゃくちゃ朝弱いらしいねん。ほな西村先生ちゃうか。ちゃうな。いや西村先生な、うん、毎朝渡り廊下でオールしてるんちゃうかってぐらい朝生徒のこと待ち構えてんねんから、うん、あれは朝強すぎる。確かに。ほな西村先生ちゃうわ、うん、もうちょっと教えてくれる。いやうちのおかんが言うにはな、うん、その先生、うん、自転車のロックにめちゃくちゃ厳しいらしいね。うさ先生やないか。うさ先生。いや、うさ先生な、うん、ロックされてない自転車見つけたらすぐ職員室まで運んで、うん、悪魔の放送で呼び出すねんから、うん、呼び出された生徒はもう終わりや。確かに確かに。うさ先生で決定や。いやけどな。ミルクボーイのネタを先生でやって会場は大盛り上がり。そしていよいよスペシャルコメディがスタート。爆笑かっさらいます。一番の一番笑い取ります。夏休みの昆虫採集に来たけどたくさん虫取れたな。うん、この辺りにはいろんな虫がおったね。ほんまやな。あれお父さ ん、 んこんなとこに屋台あったっけ。ああ、ほんまや。なんや、カニラーメン。口笛吹いてませんよ。いや吹いてるでしょ。吹いてません。吹いてるでしょ。いや吹いてないって。え、吹いてない。吹いてみてよ。やめて。一緒やん。なんで一緒なわけないでしょうが。何してんのそれ。ちっちゃい動きで何してんのそれ。いや風が吹いてるんですよ。風なんか出てないよ。風が吹いてるんですよ。出てないって。出てるんですよ。出てないって。出てるんすよ。出てないって。うわー、飛ぶかいな。どんな風が出てんねんそれ。ああ動かへんと椅子も提灯も揺れへんし。抱っこしてるやんそれ完全に。アドバー。そう。この人が劇団の代表。アドバー。いや俺アニメだけやもん。副業でこんなんやってはるんですか。アニメ、あのすいません、誰と間違えてるんですか。マキバオですよ。誰がマキバオや。違います。それあの馬のアニメでしょ。マキバオちゃいますから。じゃあ何バオ。何バオでもないね。あんたしか笑てんやないか。劇団の代表の方です。そうです。あなたは。あ、この、あの、やったラーメン今日からやってる宇川と言います。あ、どうも、劇団の代表の吉田と申します。この劇団はですね、金井学園の生徒を中心にやってまして、夢と感動を作るような芝居を目指して頑張ってるんです。そうなんですか。で、劇団の名前も金井学園のカナを取っていい学園。ほんまに取ってどないすんねんな。しっかりとパンティーを履いてるかどうか今ここで調べたい。手拍子をいただいてもいいでしょうか。そうすれば。ありがとう。はい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 、たまよ、パンティーダンス、たまよ、パンティーダンス、パンティー、パンティー、パンティーダンス。履いてませんでした。履いてなかった。ごめんなさい、履いてませんでした。めちゃくちゃ良かったですよ、あの履いてませんでしたってとこ、うん、
芝居の前の話やそれ。そうや、あそこやで最後のカットってとこが良かったんや。あれ芝居のセリフちゃうねん、カットは。でも一番あかんかったのは「はよしめ」ってセリフやな。そう、俺やないかい。なんで俺が注意されんねん。こんにちは。はい、あ、じゃあ斉藤君、あのカルテ出して。はい、これ、どうぞ。あ、そうね、そうね。犬も歩けば棒に当たるって、これカルタ。私が言ってるのはカルテ。はい、あ、じゃあこれとかどうですか。あ、これね、そうそう、欲しかったのよ、この高級ブランドの時計って。これカルティエ。ちょっとリンカー。おいおいおい、なんか、チンチクリの変なの来たぞ。誰昔、よく一緒に遊んでた友達です。よく一緒に遊んでた。はい。こんなんと、はい、こんなんってなんなんですか。そんなこと言われる筋じゃないでしょ。そうやけど、こんなもんお前ミニオンやないかい。誰がミニオンよ。ちょっと待って、私ミニオンって人間なのに、ね、ミニオンになってるやんすよ。なんだか言うからちょっと乗っちゃったんでしょ。なんかそんなこと言わなきゃいけない。ミニオンなんて言わないで。私のとこはミニオンになっちゃう。ミニオンなんて黄色宇宙人じゃ、宇宙人じゃないし、ミニオンに。よう喋るな、お前。やめなさい、なんで言われなきゃ。理由って喋ってないのよ。叩かれる理由ないでしょ。なんで自分そんな喋るの。よう喋るな、言ってやめなさいって言ってるの。なんで来ないのに叩かれてる。叩かれたら人間って反射でなるでしょ。ならへんやろ。なるから。ならへん。やめなさいって。ならへん。なるでしょ。ならへん。なってるから。やってへんわ。なんなの、そんな手出してて。私のこと好きなんじゃん。頭おかしいか、お前。はい。兄貴、この辺りで稽古してるらしいですよ。そうか。お母さん、お母さんもよかったら休憩しましょ。え、それどころやないねんや。なんかこの人がね、凛花ちゃんのこと好きになったんやて。え、私よ。ああ、凛花さん、やっと会えましたね。どちらさんですか。中川と言います。あなたに一目惚れしました。え、僕と結婚してください。なんですって。ひとめぼれ。いや、聞き取られへんかったわけやないのよ。一目惚れですか。聞き取れてなかったんや。とにかく僕と結婚してください。お断りします。 OK ですか。聞いてた話、断られてるよ。おい、何うちの兄貴の約束断っとんねん。誘いに乗るんが普通ちゃうんか。兄貴、こいつら俺らのことだいぶ舐めてますわ。俺らがどんだけ怖いか思い知らさなきまへんな。いいわ。ちょっと、どうせに連れて行かれたぞ。大丈夫です、任せてください。僕が連れ戻してきます。頼むで。おい、行くぞ。おい、待てよ、お前ら。大丈夫か。はい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 、連れ戻してきますよ。よかったよかったよかった。よかったよかった。やったけど、皆さんと会えて本当に嬉しかった。次生まれ変わってもみんなと出会いたい。リンカリンカだ。それから、私がいなくなってもこの劇団を盛り上げていてね。
本当にこの劇団は素晴らしいかな。リンカリンカさん、それからえみんなたまに喧嘩したりするけど、これからは仲良くしてリンカリンカちゃん、それからはよしね、なんでやん、なんちゅうこと言うねん、はよしね、え、いやでもなかなか死なへんけど、お前え、どうなってんの、あれ、大変です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 、どうした、どうした、あの、リンカちゃん病気じゃなかったんです。え、どういうこと、リンカちゃんの健康診断の結果は120歳まで生きれるくらい健康だったんですよ。え、実はね、僕がね、リンカちゃんと別の人のカルテ取り間違えちゃったんすよ。笑い事やないやん、笑い事やないよそれ。はい、もしもし、はい、あー、わかりました、すぐに伝えます。はい、どうしました。いや、実はあのリンカちゃんとカルテを取り違えた嫁半年の患者さんの名前がわかったんです。誰ですか。宇川さん、あなたです。いや、俺かい。え、俺余命半年な。はい、ちょっとみんなどうしよう、さあ稽古しようか。お、無視すな。こうして学校祭でのスペシャル新喜劇は大盛り上がりで無事終了。本当に今日はね、燃え尽きたね。燃え尽きましたね、楽しかったです。また呼んでください。お願いします。なんとかやりきりましたね。もう生徒たちも緊張したと思いますけど、稽古の時よりやっぱり本番の方が声出てたんで、もう全然良かったと思います。ただもううちの座長の吉田豊が散々滑り倒したんで、そこだけがね、ちょっと心残りで。まあ、今もうすごいから、はい、変な圧だけど、そうですね、あの、はい、マキバオのネタを、はい、マキバオを生徒さんが知らなさすぎて、はい、マキバオのネタが全然受けないやめよやめよでもすごいですよ、生徒さんのパワーがすごかったね。声ちっちゃかったりしてたんですけど、やっぱほんまに本番になって、うん、反応があるとやっぱね、はい、気持ちよくなるから、どんどん声大きくなって生き生きとしてて、はい、本当にいっぱいいろんなこういう経験してたら、そうですね、どこ行ってももう緊張せえへん、堂々とできるから、めちゃくちゃいい機会だと思います。参加してくれた生徒や教員の皆さん、お疲れ様でした。僕ね、高校2年の時かな、うん、なんかあのクラスの出し物みたいなのがあるんですけど、うん、僕らの学校が、あ、僕らのクラスが劇、うん、演劇をすることになって、それの台本をなんかね、僕が書くことになったんですよ。なんか結構ちゃんと書いて、うん、いや初めてですけどね、もちろん、うん、ね、本番終わってだから、ね、結構ランキングというか表彰されるんよ、うん、で、その9クラスあるんだけど、9クラス中2位みたいな。他のクラスいろんな出し物してるんだけど、うん、なんか、なんだったっけな、海賊の時代に、うん、ドラえもんが来たみたいな話だったと思う。きつそうやな。きつそうやな。いやいや、そう、まだ分からない。海賊の時代にドラえもんが来たみたいな話だった気がするんだよな。高校生。高校生です、僕が。高校生で、うん、なるほど。何？ちょっときつそうやな。きつそう、確かに。こちらは自然豊かな景色が残る福井県勝山市にある小原集落。現在の住民は1人だけで、10棟余りある家屋はその多くが無住。そんな限界集落を再生活性化させようと、福井工業大学の学生たちが地元の方々との連携事業として実施している小原エコプロジェクト。一体どんなプロジェクトなんでしょうか。ここは勝山市小原集落というんですけども、そこでもう古民家、もう人々が住んでいない、住宅を学生主体で、修復している活動になります。2006年に始動したこの小原エコプロジェクト、学生さんがボランティアとして毎年夏休みを利用して泊まり込みで集落の家を修復しているといいます。このプロジェクトの発起人に話を聞くと、
平成18年の豪雪っていう形でこの集落の民家がだいたい10軒ぐらい半倒壊しちゃったんですよ。あの当時20軒ぐらい24、5軒ある中で、でそんな中で地域の再生の拠点としてあの古民家っていうのはやっぱ大切なものだなと思ったもんで、なんとかそれを修復しながら人の集まる場所を提供できればと思ったもんで、授業で聞いて理解したと思っていることでも実際に見てやってみると全然違ったり、また学び直したりすることがあるんで、とても勉強になります。今年は8月5日から9日までの5日間、福井工業大学1年生と3年生と4年生が参加しました。僕は1年生からこのプロジェクトに参加をしていて、1年目の時は分からなかったことなどが2年3年になっていくにつれて工夫をするきっかけになりました。学生たちは実際に見て触れて感じることで座学では学べないとても貴重な経験を積むことができるそうです。近年はこの民家の外壁の修復を集中的に行っているそうで、去年はここからあちら端っこまでのところを修復しました、ね、この日は途中雨にも見舞われながらも外壁の修復作業を行った学生たち。6時間にわたる作業を終えた後は、共同生活中はみんなで晩ご飯を食べ次の日の作業に備えます。学校にバスじゃありません、車買いに行くで、こういう若い方たちがあのにぎわいをもう与えてくれるっていうのはすごくあのいいことっていうか嬉しいことですよね。学生にとっても小原集落にとってもいい効果を生み出している小原エコプロジェクトはこれからも活動を続けます。高齢者の増加などで身近になった介護、覚えておいたらきっと役立つワンポイントアドバイスを紹介。今回教えてくれるのは福井県医療福祉専門学校で介護の授業を担当している寺田先生。今回はベッドから起き上がるサポートの仕方をお教えします。手を引っ張っただけでは簡単に起こすことはできません。まず最初に体を小さくします。そのために膝を上げていただきます。体を小さくすることであまり力がかからずスムーズに横に向くことが可能になります。寝ている人の肘も使って起き上がりをサポートいたします。身近で助けを求めている人はいませんか？その人のサポートをしていただけたらと思います。金井学園からのお知らせ。金井学園では各学校のオープンキャンパスをご覧の日程で開催。詳しくはホームページをご覧ください。皆さんの参加お待ちしております。